も、マイペースなんですけど、強烈なマイペースの方がいます。一緒に、僕のことジム一緒にいたんですよ、車乗っけて行って、まあ、待ってるんですよ、自分1時間とか待ってるんですよ、あのロッカーめっちゃ遅くてびっくりしました。あ、焦ることもなく、もう普通にすいませんって感じで、まあ、早くしてくれると思うんですけど、早くする素振りがないというか。僕はのほほんです。まあ僕は別に何も考えてないんですけど、こう周りからいつもお前何か考えてるんかって言われるんですけど、特に僕も考えてないんで、いつものほほんとしているのがみんなにも伝わっているのかなと思って書きました。試合終わりに一緒にお風呂とか入ったりするんですけど、めっちゃ長いしめっちゃ遅いし、これいつまで入ってんだっていう。長い時は1時間半ぐらいは入ってると思いますよ。もう漫画に持って行って風呂にでずっと入ってます。豊田さんが帰るのが早いので、僕も終わってからいろいろとすることあるんで、そうですね。でも僕的には急いでるんですけどね。はい。でも生まれ変わっても野球選手でいたいっていうのは感じましたね。野球以外スポーツ僕できないんで、まあ投げることも以外できないですけど、バッターでやりたいなとは思いますけどね、生まれ変わると、はい、一流のバッターになりたいと思います。社会人の時ですかね、もう真夏で練習してたんですけど、もう毎日がしんどくて、でもそれがあって今があるのかなっていうのもありますけど、ライバルは特にいないですけど、まあ自分がライバルですかね。やっぱ自分に負けないように何事も妥協しないようにっていうのだけを考えてやってますけど、はい、ライバルっていうより、まあ友達としか僕は思ってないですけどね、はい、あいつには勝てないんで。そんなことない顔でも負けてますしね身長ぐらいじゃないですか、買ってるの。好き嫌いが激しすぎて、嫌いなものは食べなかったんですけど、これからはもう少しずつ食べていこうかなっていうのはあります。青魚です。でも青魚は食べようとはしないです、絶対。次の選手は小さな巨人です。まあ、体は小さいですけど度胸はでかいです。後輩なんですけど、なぜそんなに僕と同い年のように接してくるんですか？今はちょっとファームにいますけど、しっかりと直して、上でしっかりと抑えれるように頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。